ロッテファン、ご機嫌、貯金10、圧倒的強さ。この試合内容で上がり目がまだあるとか楽しいシーズン過ごせるわ。ただチケ最終日にこれはウィンウィンやな。ホームラン多すぎだろ、なんだこの球団。できすぎ。反動が怖い。明日と明後日試合がない。ずっとこの試合の余韻に浸れる。わっしょいわっしょい。宝石のようなひさもどこにも行くな。連勝伸びたらロッテ半集合でええやろ。全員エース級ローテ足す12球団ナンバー1守備で守り勝つチームが5本もホームラン打てばそりゃ勝つよ。安田は多分次期キャプテンやろうな。下からも慕われてて上からも好かれとるから、ソフトバンクに負けんなよ絶対。安ってミスターロッテの後継者だよな。サードだし。吉井そんなテンション高くないな。先発の誰かが離脱した時が本当の終わりや。山口かでポンポン HR 打ってるし戻ってくるのが楽しみやな。スプリングチケットファイナルということもあるけど今日も2万5000人か。年俸上げがならん選手いっぱいおるから見つがないとな。ご視聴ありがとうございました。